これを見るだけで就職活動の疑問は解決。必聴面接マニュアル。入ったばっかで言いにくいけど、やっぱりやめるって言おう。あ、でも軽音部ってどんな人がいるのかな。やめたいな、こいつだな。ただでやめれると思ってるのか。これではいけませんね。ノックは丁寧に、入室前には入部希望者が来たのと一声かけてからドアを開けます。これではいけませんね。正しい座り方も覚えましょう。はい、1、2、3、手はお膝。よくできましたね。ギターは弾けないし、もっと違う楽器をやるんだと思って。じゃあ何ならできるの。カスタネ、あ、ハーモニカ。ハーモニカならあるよ。吹いてみて。これではあなたの良さは伝わりませんね。本当にごめんなさい。じゃあ、ちょっと待って。どこがいけないかお分かりですね。先生。はい、今行くわね。ごめんね、次音楽の授業あるから。頑張ってね、軽音部。面接後には本日のお礼を述べましょう。キビキビと緊張感を持って退出します。必聴面接マニュアルはいかがでしたか。本日のポイントをマスターして納得のいく就職活動ができますようお祈りしています。